皆様こんにちは、ファンパスアートのいろはです。今日はファンパスアートで頭文字を書いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られていますこちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って書いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙に頭文字と丸と光の下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。お餅の部分を先に切り抜いて使っていきます。それでは背景から描いていきたいと思います。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しています。黄緑色や緑色、黄色、オレンジ色、ピンク色などを削っています。コットンを四つ折りにしてパレットから色を取って塗っていきます。型を合わせて動かないようにテープで固定します。内側の色を消しゴムで消していきます。先ほど消した部分を型で隠しておきます。この状態で葉っぱ部分を切り抜いて色を入れていきます。内側の色を消しゴムで消してから色を入れていきます。葉脈部分を切り抜いて内側に色を入れていきます。光と丸の型を好きなところに合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。好きなところに数を増やしていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これで頭文字の完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。